本動画では引き続きフレキシブルインターコネクト FIC と Amazon Web サービス AWS の L3 コネクションについて解説いたします。目次はご覧の通りです。 FIC と AWS の L3 コネクションを利用する代表的な構成を構築するための、FIC と AWS の L3 コネクションを購入するデモンストレーションを実施します。デモンストレーションではご覧の設定で購入を進めます。 FIC コンソールにて接続元となる FIC ルーターをエリアビューで表示している画面からご案内を始めます。サイドメニューからコネクションを選択します。コネクションメニューから購入を選択します。コネクション購入メニューからAWS ダイレクトコネクトトランジット VIF を選択します。エリアビューから接続元となる FIC ルーターを選択します。コネクションの購入情報入力画面の各項目を入力します。各項目の入力内容を確認して購入を選択すると、購入申し込み受付完了画面が表示されます。購入完了までは10分から20分程度、最大で2時間程度かかります。購入が完了するとエリアビューで AWS と FIC ルーターの間にコネクションが貼られます。続いて購入したリソースのステータス確認方法をご案内いたします。サイドメニューの履歴を選択し、履歴メニュー内の申し込み履歴を選択します。次へを選択することで、申し込み履歴を確認することができます。ステータスがコンプリテッドとなっていれば、リソースの購入が完了し、利用可能となります。なお、FIC と AWS のコネクション購入後、お客様にて AWS 側のバーチャルインターフェースの承認が必要です。承認が実施されるまで FIC と AWS 間の BGP が立ち上がりませんのでご注意ください。続いて FIC コネクションにおけるモニタリング機能の各種確認方法をご説明します。サイドメニューのモニタリングを選択し、モニタリング機能の画面を表示します。モニタリング画面のサイドメニューからコネクションズを選択し、確認したいリソース名、今回は購入したFIC と AWS のコネクション名を選択します。トラフィックタブでは FIC コネクションを流れるトラフィック量を確認できます。ルーツタブでは FIC コネクションを流れる経路情報を確認できます。経路数は毎日取得されており、 FIC コネクションを流れる受信経路数と広告経路数の過去7日間分が表示されます。最新の経路数を表示ボタンをクリックすることで実行時の経路数を確認できます。画面右にあるメニューアイコンから経路情報表示を選択することで経路情報の詳細を確認できます。
経路情報表示部の画面右にあるメニューアイコンから経路情報を CSV ファイルでダウンロードできます。アラートタブではメールでのアラート通知を行う識位置を設定できます。帯域使用率を選択することで帯域使用率の識位置を設定できます。経路数では受信経路数と広告経路数の識位置を設定できます。更新をクリックすることで設定した識位置が反映されます。トラフィックを選択することでトラフィック量の識位置を設定できます。ご視聴ありがとうございました。